いしょ。明日はそうですね、どうしようかな。明日はね、夜やるので、とりあえず朝は一旦やらないので、仙台終わってからちょっとどうしようか決めます。あー、スイカ食べたい。スイカ食べたいな。めっちゃスイカの気持ちいい。こんばんは。仙台からはやらない。仙台からできるんだったら仙台からやります。スイカバーいいね。スイカバー、あかりんに会えるね。あかりんに会えます、嬉しい。あかりん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。明日何披露するか楽しみね。楽しみですね。私も楽しみです。じゃあ今日は朝からお話し会して、トーストビーフ丼食べて帰ってきて、ちょっとお昼寝して、そんでもって配信して、うなぎ食べて今って感じですね。今日はもいい一日でした。明日はイベント楽しみです。仙台ね、どうなるんでしょう。どんなステージかな、どういうステージなんだろう。
わいいかわいいかわいい。うなぎは美味しかったですか？うなぎ美味しかったですよ。うなぎめっちゃ良かったです。うなぎ、わあ、足にかさぶたできてる。めっちゃ剥きたい。うわあ、めっちゃ取りたいこのかさぶた。うわあ、うわあ、かさぶた取りてー。取りたーい、かさぶた取りたーい。あー、いやー、かさぶた好きなんですよね。なんか結婚するなら。そもそもかさぶたってさ、そんな、なんかそんなとかはさ、なんかもう毎週かさぶたできてたけどさ、やっぱ子供だったんだって。そう、子供、あ、にしやんさん、くまたわ、ありがとうございます。嬉しい、にしやんさん。よいしょ、おめでとう。じゃあハッピーバースデーって書いてくわ。皆さん誕生日おめでとう。そう、今日誕生日なんだ。おめでたいおめでたい。よし、ありがとう。こんばんは。かさぶたじゃない、食べるんじゃなかったっけ。そうよね、食べるやついないよね。おじゅう、あやね大福、ごちそうさま、ありがとうございます。眠いよ。こんばんは、こんばんは。
11時やな。懐かしい。こんばんは。明日仙台行こうかな。来てくださいね。みんなももしお暇な方いればぜひぜひ。絶対楽しいよ仙台ね。1時間ぐらいで着くし、東京からいい感じ。ということで今日はねこれで終わりにしちゃうんですけどありがとうございます。13位フジゲートさん、12位インテリヤクザ、さん、11位和田ちゃんアイネ大福さん、10位誠アイネ大福さん、9位安部さん、8位 YSN73 さん、7位綿あめさん、6位谷さん、5位ネスカフェさん、4位ノリアイネ大福さん、3位ヤスさん、2位カズさん、1位西安さんです。ありがとうございます。それではまた明日、バイバーイ。